豊田実は、日本の政治家。北茨城市長。1995年、市長在職中に収賄容疑で逮捕され、有罪判決を受けたが、2007年に帰り在った市父親は、北茨城市長を3期務めた、豊田実。茨城県出身。北茨城市立富士が、岡小学校卒業。日本大学分理学部中退。1981年3月。 北茨城市議会議員に初当選。豊かともグループの総推として、北茨城自動車学校など6所の経営にあたる。1986年10月29日、北茨城市長の柴田明が任期中に死去。柴田の死去に伴って12月14日に行われた市長選に立候補するも、元条約の松崎達夫に敗れ時点で落選。 1990年11月18日に行われた北茨城市長選挙に塚原俊平や豪華老連の支援を受けて立候補。十場ものゴルフ場を認めたのは許せないと松崎市政を激しく批判。梶山政六の支援を受けた松崎との一騎打ちを大差で制し初当選を果たした。11月30日に豊田派の市議二人が公選法違反の容疑で 逮捕されるが、豊田に、死直の手は及ばなかった。12月14日、北茨城市長に就任。1994年11月、再選。同年12月6日、不動産会社グランディが、北茨城市内に計画していたゴルフ場開発に、絡み、元市長の松崎が、収賄容疑で逮捕された。松崎は12月18日、東京高知署内で首を吊り、 翌日死亡した。1995年3月、同市のゴルフ場開発に絡み収賄容疑で逮捕された。豊田は1990年の市長選当選直後の同年12月下旬、支援者と共謀して暴力団幹部を介し、支援者宅で前日の不動産会社グランディから現金5000万円を受け取った。さらに1991年2月中旬にも、 グランディから暴力団幹部宅で現金1億円を受け取った。これら計1億5000万円の収賄容疑で起訴され、同年5月21日、市長を辞任した。豊田は裁判で事実無根と全面否認。検察官は法廷で私の目すら見られないと述べ、強気の姿勢を見せたが、最高裁で懲役2年6月。 追徴金7500万円の実刑判決が確定し、刑に服した。2007年6月10日に行われた北茨城市長選挙に立候補。民主党の支持を受けた前市議のナメカー公認、自営業の松本健一郎らに候補を破り、市長職に帰り咲いた。投票率は65.67%。6月18日、市長就任。 2011年の市長選は、自民党と公明党の推薦を受けて、立候補し、通算4期目の当選。2015年5月、通算5期目の当選。同年6月、茨城県市長会長に就任。2017年5月10日、数ヶ月後に迎える茨城県知事選挙につき、豊田が会長を務める茨城県市長会は、現職の橋本正の推薦を決定。 また、豊田自身も、橋本の選対本部長に就任した。茨城県町村会も、橋本の推薦を決めていたが、8月2日、高萩市長の正谷正代、小賀市長の張ヶ谷や力、ら、日立中市長の本間元気、笠間市長の山口信樹、坂東市長の木村俊文、利根町長の佐々木義明の6名の市長村長は、対立候補の大井川和彦の支援を表明した。 トヨは報道陣の取材に対し、期間決定をしたのに、なぜ相手表明までするのかと不快感を示した。選挙は8月27日に執行され、橋本は落選。翌日の8月28日、知事選敗北の責任を取るとし、市長会長職の辞を表明した。2019年6月、6期目の当選を果たす。ありがとうございます。